皆さんこんにちは。さあ今日ですね、お部屋でガジェット雑談やっていきましょうか。この前までちょっとお盆休みでして、なかなかねちょっとガジェット系の話できなかったんですけども、いやーそれにしても本当にね、僕の住んでるところももう連日ね、すごい暑さでして、今部屋も締め切って動画撮ってるんですけども、すんごい暑い、もう汗だくになりながら、やっています。はい。で、今日の話なんですが、先日うちの動画でもちょっとこれ取り上げたのかな、新型の GoPro 12ですね、9月発売予定の新型の GoPro についてなんですが、それの新しい情報が出てきました。で、今回出てきたのもあくまでリーク情報なので、実際のこの公式の情報とは結構違う可能性があります。で、この新しい GoPro、Hero 12なんですが、前にですね、この1インチのセンサーを搭載するんではないかっていう噂が出ていまして、まあ実際それと思わしき画像もねネット上に公開されました。しかし今回公開された、まあ、より詳細な画像については、その1インチの話っていうのはどうやら、なかったらしくてですね、センサーサイズは、前回のこの GoPro、11ですか、これと同じく 1.9 分の1ということで、画素数も2700万画素、5.3K の動画ということで、ほとんど、この GoPro 11と変わりはありません。はい。で、このビデオモードについても、まあ、オプションで、まあ、HDR、ハイダイナミックレンジを使用し、60フレームで、まあ、5.3K 解像度で撮影ができると。で、2700万画素の写真撮影。あと動画のビットも8ビット、10ビット、ログ動画も、可能ということで、まあ、この辺は結構強化されてますね。あの、オプションの HDR に関しては、これは、前の GoPro、確かなかったですよね。まあ、だから、若干この辺は強化されているのかな。で、手ブレ補正に関して、ハイパースムース、6ってことで、まあ、さらに、手ブレ補正は強化されたみたいなんですが、まあ、これに関してはどうなんでしょうかね。僕自身も GoPro、GoPro 9から使ってますけど、9、10、11と、まあ確かに手ブレ補正強くなってるみたいですけども、正直僕のね、この利用環境ではその凄さっていうのはなかなか、感じることはできません。まああの水平維持とか水平ロックに関しては、まあうちのチャンネルでたくさん取り上げてまして、その進化っていうところは確かにね、あの実感できるんですが、まあ手ブレ補正に関してはほとんど、わからないかもしれないですね。うん。で、背面の、ディスプレイに関しても全く同じと。前にね、あの、リークされた、情報では、この背面のこのエッジっていうか角の部分がなくなって、前面のこの液晶ディスプレイになるんじゃないかって話ありましたけど、今回はそうではないと。で、フロントディスプレイも、まあ、同じく、まあ、タッチには対応してないみたいですね。で、一番今回この GoPro、12で強化されるという話が、やっぱバッテリーの寿命みたいなんですよね。で、このリークされた情報によれば、現在のこのエンデューロバッテリー、この白いバッテリーですね、これをつけた GoPro 12は 5.3K 解像度で、まあ、60フレーム使って70分の撮影ができるということですね。まあ、これは以前の GoPro 11に比べて9分間長くなっています。で、30フレームにすると、まあ、1.5 時間以上ということで結構長くなりましたよね。前であればそんな 1.5 時間もなかった、40分くらいしか確か撮れなかった気がします。で、フル HD の 30p にすると、まあ、2時間っていうことで、かなりね、あの、バッテリーのその消耗に関しては軽減されているみたいです。まあ、これに関してはね、やっぱ順当な進化ではないでしょうか。まあ、GoPro ね、こう、長時間長回しする方には、このバッテリーの進化っていうのは、まあ、いいかもしれません。ただし、この熱耐性に関してのこの言及は一切なかったので、そこが気になりますよね。前もね、DJI のアクション3の頃か、それとも、その室内で熱耐性に関してはやったんですけども、やっぱり GoPro は短いですね。まあ、特に風のない環境とかであれば、まあ、本当にすぐ、このね、シャットダウンしてしまうので、そこはね、この GoPro 12で改善してほしいですよね。で、重さと寸法に関しては、この11と変更はなく、この防水性も、まあ、10メートルまでということは変わんないですね。まあ、他にはそうですね、このハイパービュー、水平ロック、ハイパースムースのオートブースト、これも、現行の11と変わりませんね。まあ、なんか一応、この、レンズ持って、が新しくなるみたいな話もありますけども、これもパッと見た感じはほとんど変化がありません。で、あの本体の、材質がなんか若干違うみたいで、このリサイクル、材質を使うことによって、まああれですかね、最近流行りの、まあ、SDGs とかにも対応するっていう、まあ、感じなんでしょうか。ちょっとこの本体の、周りの反転青いこうブツブツができたような、ちょっと独特な模様がついてますけども、ほんとそのくらい
ですね。なんかこうしてみるとすごく控えめなアップデートっていうか、もしこの情報が事実だとすれば今までの GoPro の中では一番控えめですよね。まあ前のそのね、最初にリークされた1インチとはだいぶ違う、本当にそのちょっとバッテリー周りが強化されましたとか、あとちょっと HDR とか、あとログ撮影が追加されましたっていう程度ですから、そうですね、発売が来月ね、12、13で、前回の GoPro もそうなんですけど、だいたいそのくらいで、価格に関しても 449.99 ユーロということで、前のその GoPro 11 の、 発売してた時と同じ、だいたい日本円で7万円前後ですかね。どうですかこの情報。結構もう公開されてからいろんな方がいろいろとね、その意見というか述べてますけども、僕もですね、ちょっとこの情報が本当だったとしたら、今回ばかりは GoPro 見送るかもしれない。いや、それだったらまだね、このセンサーサイズが大型化されましたとか、そっちのね、このオズモアクション4ね、うちのチャンネルでも最近よく使ってますけど、このオズモアクション4の方が、なんかはるかにね、いいですよね。まだ何とも言えません。もしかしたら、そのね、この GoPro 12になって、この前から言ってたこの懸念材料だったら水平ロックした時の画質が良くなったりとか、その新しいメディアモッドじゃない、レンズモッドか、レンズモッドをつければ 2.7K じゃなくて 4K でもこう360度、ね、水平ロックできますよとかっていうのはあるかもしれないんですけども、正直それだけじゃ、じゃあ、仮にこう7万円の GoPro 買いますって言われたら、きつくないですかね。これで価格がぐっと下がって、だいたいこのアクションフォトの時5万円ぐらいですよって言うんだったら、まだちょっとこう買う、価値はあるのかなって思うんですけども、正直ほんとこれだけだったら11のままでも全然いいですね。11であれば今だいぶ値段下がってますから、それでも、いいのかなと。で、もしくは、これ完全僕のその妄想ですけども、その GoPro 12は出して、その上位モデルとしてその GoPro 12 Pro で、そっちが1インチセンサー搭載ですよ、みたいな販売方法を取るのかな。今本当にもう GoPro ってね、もう本当にこのサイズのカメラでは本当に行き着くところまで行き着いてますし、もう本当にその進化っていうところが、その、普段使いするこのライトなユーザーからするともう違いが分からなくなってきてるじゃないですか。実際僕もそうなんですけど、ね、10と11ね、そんなすごい変わったかって言うと、っていう感じではあったんですけども。なので、それとは違う、本当のその、円数向けっていうかな、そのプロユース向けのこの GoPro Pro みたいな形で、その別ラインで販売するのか、みたいな、そういった、ね、売り方をするんでしょうか。それだったら前回のこの横に1インチセンサーって書いたやつもなんかわかるんですけども、はい、ちょっと今回ね、まだ噂段階ですけども、GoPro の情報出てきました。でも結構もういろんな方が話してる通り、多分これが次の GoPro なんじゃないかっていう話、してますよね。正直ね、9月のそのガジェットを何買うかっていう中で、これがもし事実であれば、ちょっと僕は今回 GoPro は買わないかな。それだったら次出る iPhone とかの方がちょっと僕は、気になってますね。ちょうど今使ってるね、この Pixel 6も相当バッテリーがね、ちょっと怪しくなってきたり、挙動がね、ちょっと変なところが出てきてしまったので、スマホを買い替えるね、その理由にもなりますから。あとは DJI の動向も気になりますよね。もう今回ね、アクション4先に GoPro よりかも早く出しましたから、9月、ね、もしかしてこの GoPro に合わせてポケットの新型が出るのか、はたまた、また秋の新製品にも出ないのか、ちょっと気になるところですよね。もしくは GoPro、GoPro Max っていうのもありましたよね、360度カメラの。あれも本当にもう、あれ以降全く出てなくても、360度カメラだとインスタ360がもう独壇場の、状態なので、ね、この実は今回の GoPro、MAX もあるんですよとかってなんか出てくるとすごく楽しみなんですけども、現状では
なかなか、GoPro 12、難しい感じがします。まあ、まだまだ発売前のそのあくまでリーク情報なので何とも言えないところではあるんですけど、まあそうですね、その製品版の情報がどんどん出てから、またちょっとこういった動画は撮ろうかと思います。はい、皆さんは今回のこの GoPro 12どう思うでしょうか。ぜひね、この下の方にコメント書いてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様も何かも参考になれれば幸いです。で、今後ですね、こういったガジェット関係の話どんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。